皆さんこんにちは、フォーゲーマンシップのレッチです。はい、ということで今回ですね、サモンズボードで新しい滅球ダンジョンが来ているので、そちら挑戦してみたいと思います。でですね、すごくどうでもいい話なんですが、私なんか体調が良くなくてですね、花粉症っぽいんですけど、ちょっと鼻声なのはご了承ください。はい、ということでボスに待ち受けるのは、あ、嘆きの石翼かな、ゼバース。はい、自身が3ターン内打攻撃3倍ダメージ 40% 軽減と強力ですね。はい、リーダースキルはアタックタイプの味方6コンボ以上で攻撃力5倍、かつダメージ 20% 吸収。6コンボなんで2体で組めるアタックで5倍で 20% 吸収、かなりエグいですね。しかも HP タイプだと HP が 1.5 倍になると、かなりエグいリーダースキルだと思います。で、能力はバリア、攻撃吸収、飛行ですね。で、HP アタックタイプといった感じになっております。はい、で、今回挑むパーティーはイベルガンドをリーダーにした攻撃タイプのパーティーですね。塔に挑戦した時にすごいソロをぶち込みまくったんですけど、あ、で、副属性はあえて、水属性にしてあります。あとサリエルですね、すごい、なぜか副属性が水と木しかないっていうね。はい、サリエルもまあちょいちょい活躍してくれます。で、スキルマックスじゃないとポイントポイントでちょっと辛い部分があります。そしてフィニッシャーエリスですね。エリスが今回はやっぱりキーマンですね。ボスがかなり強力なので、エリスのスキルでワンパンする流れになります。そして意外や意外活躍するのがモーレ騎士ババババロンですね。これガンホーコラボかなんかで出てきたキャラだと思うんですけど、このダメージスキルを 75% 軽減するっていうのがすごく強力です。はい、じゃ行ってみましょう、挑戦。はい、ということでですね、こちらエリア1位になっております。確実にスキルを使えます。で、最初は小型ゼバースがオートダメージと、名前忘れちゃったな、ロキが 99% 減少して1万回復すると。で、まあ、HP 上限回、HP 回復上限が設定されてしまうので、まあ、ここはあんまり回復には期待しない方がいいと思います。で、小型ゼバースは毎回細かいターンでオートダメージを使用してくるので、まあ、確実に1回ぐらいはオートダメージ食らっちゃうんじゃないかなと。で、下手すれば2回とか、まあ、大体食らってしまうので、お、倒せた。まあ、6コンボだと倒せないんですけど、今みたいな感じで7コンボ組めてクリティカルとか出ると倒せたりもします。こんな感じでババロンのスキルを当てる準備ですね。はい、ババロンが後方横3列に対して効果があるので、スキルのちょっとですね、配置が特殊になっちゃうんですよね。おお、ラッキー。はい、で、まあ事故る可能性があるとすれば、まあ、呪いぐらいですね。これ抜いちゃうかな。はい、ここに抜けます。ここは行きましたかね。はい、はい、っていう感じでしっかりターンを全部使い切るっていうのはわりかしポイントになるかなと思います。なるほど。で、1ターン目はまあ相手特に動いてこないので、あ、移動して攻撃はしてくるんですけど、スキルは打ってこないので、で、エリア1と打って変わって、ちょっとスキルが、うわー、そっち行くの？スキルが打って変わり、こんな感じです。スタート横7名の敵に対して、火属性 3000×3 連続ダメージ。まあ、バリア効かない急性ダメージですよっていう感じですね。まあ、なので、ここは、シシシールド、ババロンのスキルですね。75% 軽減するっていうので、しっかり守っていきたいと思います。で、さらにカウンター効果付与されるので、まあ、しっかりカウンターが当たるような配置を心がけるとグッドかなと思います。あ、全部出ちゃうかな。全部ババロンは残りそう。おー、食らっておる。食らっておる。で、前段食らうとさすがにやばい。はい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 。なるほど。
もうエリスが溜まってるんで、もうここは別に溜める必要もなく抜けちゃっていいと思います。こうかな。うん、こうだな。はいはいはい。まあさすがにスキルでは死なないでしょう。オッケーオッケーオッケー。はい、順調でございます。で、ボス、まあ中ボスって感じですかね。レバース第一段階。まあここは最初何もしてこないので、まあターンを稼ぎますと。で、その後にしっかりエリスで、取りに行くと。で、エリスのスキルは特にエハもかかってなくてもワンパンできます。で、今回イベルが攻撃力4倍かな、4倍なので 4.5 倍か、それぐらいで倒せますと。で、ここも意外と厄介です。まあ、相変わらずゼバース、小型ゼバースは2000×3 連続ダメージ、さっきより弱いですけど結構強力です。で、ここはイベルのエンハープラスカウンターをかけて突っ込ませることによって小型ゼバースは全滅させられます。はい。で、スキルが使えるのに1ターン目だけなので、まあ、そこもちょっと油断大敵って感じですね。これどっち残しても別にいいんだけどな。まあ、このエリアはしっかりスキルを貯めるっていうことを意識できるといいかなと思います。はい、あー、呪いはやめて、呪いは事故の可能性があるからやめて。セーフセーフセーフ。はい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 、悪くないですよ、悪くないですよ。このまましっかり5ターン貯めたい。エリスがブーストしてくれないと困る。エリスがスキブしてくんないと困るんです。スキブしろ。ん、でももう溜まってんのかこれ。いや、溜まってないな。エリスはスキブして、うわっ、そっちだ。よし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 、バランス的にはちょうどいいけど、エリスがスキブしないと。よっしゃー。はい、結構最後運要素強いですね。まあスキブしなくてもうまいことババーバロンで回避はできるんですけど、でこれやってババーバロン左に置くことによってスキルダメージ軽減っていうのはできるんですけど、あ、やべ、エリスの位置が悪い。どうしようかな。こっちにしようかな。まあ本当はババロンはそこに配置してもいいんですけどね、エリスのターンが足りなければ。はい。で、ここでこれエリスワンパンできる、エリスだけでワンパンできるかとかちょっとちゃんと調べてないんですけど、まあイベルかけてエリスでいけば、まあこんな感じでワンパンできます。いった感じになっております。はい。まあ今回の滅球もかなり難度が高かったですね。まあ本当なら、ガチャゲンなしで挑みたいところなんですけど、もしかしたら、ちょっと見したいのが、このビバさんのパーティー、これうまくソウル振ればワンチャン、ちょっと運要素強いんですけど可能性がありますね。エリア2をサタンとバババロンでうまく切り抜けつつで、バババロンのスキブに期待しつつ、エリア3はエリスで抜けて、エリア4に入った時にバババロンとサタンがうまく発動できればワンチャンあるかなぐらいな感じですね。で、そのままボス戦まで行っちゃえばエリスで行けるので、ちょっと運要素がすごく強い。ただちょっと可能性も感じてるのでちょっと突き詰めたいんですけど、難しいかなとか、そんなこと思っております。はい、といった感じでですね、おお、スタミナがやばい、入らなければ
はい、といった感じですね。今回こんなパーティーで、ね、クリアしましたと。まあソウルも結構バリバリ降ってるんで、あんまりちょっとね、おって感じですけど、まあ、もうちょっと気軽に作れるパーティーでクリアできないか模索してみたいと思います。はい、でその辺の続報はツイッターとかで、お届けしますので、ぜひ気になる方はそちらフォローしていただければと思います。あとぜひですね、最近あまり言ってなかったんですけど、皆さんチャンネル登録をしていただけると、我々4ゲーム幸せになれますので、それとともにぜひ視聴者読者の皆さんも幸せになれると思いますので、ご登録のぜひよろしくお願いいたします。はい、といった感じですね。本日は花声のオレッジがお届けいたしました。それではまた皆さん別動画で、バイバイ。